ヤケイトシのチャンネル登録者様、いつもご視聴ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。本日なんですけども、ちょっとね、特別なカクテルを皆さんにご紹介したいなと思います。で、使うものはね、こちら。僕が以前からブラックニッカを樽で熟成させるシリーズっていうのを動画投稿してたと思うんですけれども、最初に熟成開始した時にですね、入れてたブラックニッカクリアが3ヶ月経った時に結構樽香がきついみたいな話をしたと思うんですね。で、それを実際にボトリングしたのが、一番最初に樽詰めして3ヶ月経ったものがこちらになってまして、それが結構樽香がきついと。で、樽香がきついってどういうことなのっていうとですね、もうちょっと正確に言うと、ウイスキーとしてはちょっと微妙だなって感じなんですけど、別の表現をするならば、青リンゴっぽい感じ、木の感じが、それに近いなっていうのがありますので、ウイスキーとしては微妙なんですけど、ちょっとしたリキュールとか別のお酒って考えてみたら、飲めないことはないなみたいな、一応そういったところもありまして、で、僕なりにですね、どうしたら樽香がね、きつくなってしまったウイスキーを美味しく飲めるかっていうのを、考えた結果、いいカクテルを思いついたので皆さんにご紹介したいなと思います。で、こちらのカクテルがですね、ちょっと皆さんにお出しできないのが残念なんですけれども、美味しければですね、例えばこういった樽熟をこれから検討されている方も、もし失敗しちゃってもね、失敗したお酒の使い道もあるよっていうことを知っていただいて、チャレンジャー怖くないっていうようなことをお伝えできればいいかなっていうふうに思いましたので、ご紹介させていただきます。それでは早速作っていきましょう。はい。それではね、こちらのブラックニッカクリアを樽で3ヶ月熟成させて、えぐくなってしまったやつを15ミリ注いでいきます。で、氷が入ったグラスに入れてください。お次に使うのはこちらですね。キリンが出しているグレープフルーツ酒っていうリキュールがあるんですね。アルコール度数は 15% で 1.8 リットル入ってて、1700円とか1500円ぐらいで買えるので、そんなに高くはないです。結構僕これ好きで、グレープフルーツ系のカクテル作る時とかに使ってるので、おすすめなので、もしよかったら買ってみてください。で、こちらをですね、30ミリ入れていきます。これを30ミリ入れると、ウイスキー1に対してこっちは割合は2っていうことになるんですけど、ただアルコール度数で見るとこっち 15% しかないので、その分倍入れるっていうような考え方ですね。それでは30ミリ注いでいきます。で、こうするとですね、グレープフルーツの感じと樽香がついて青リンゴっぽくなってしまったものが混ざってですね、ポカリスエットとかアクエリアスみたいな感覚になるんですね。で、さらにもうちょっとそのポカリスエットっぽさをプラスするためにですね、塩も入れていきたいと思います。塩はですね、本当に一つまみ程度で構わないと思います。ちょこっと入れて、で、材料が入れ終わったら、一旦まずこの状態でよく混ぜます。で、最後に炭酸を入れるんですけど、炭酸じゃなければ普通に天然水とかでもいいと思います。っていうのも、出来上がりがね、スポーツドリンクっぽい感じの風味のお酒になるので、炭酸じゃなくても水で割ったとしてもすっきり飲めるっていうことで、非常に相性はいいかなと思いますので、炭酸がない方は普通に水でもいいかなと思います。で、今この時点でですね、ある程度こう混ぜ合わせた方が、炭酸が後から追加した時に抜けにくくなりますので、最初にある程度混ぜておいた方がいいかなというふうに思います。はい。でね、ちょっと今氷足しちゃいました。で、最後にソーダを注いでいきます。これはもういっぱいになるまで入れちゃっていいかなと思います。で、この状態でまたさらに軽く混ぜますと。はい。これで完成ですね。名前は、どうしましょうかね。樽香のついたブラックニッカクリアのグレープフルーツ酒締めということで、めんどくさかったらうるさいとスペシャルみたいな感じで言ってください。それではいただきます。うん。相変わらず美味しいですね。で、味の特徴なんですけど、スポーツドリンクっぽいっていうことなんですけど、じゃあシンプルにスポーツドリンクにウイスキーなりウォッカ、香類焼酎を足したら、もっとシンプルにスポーツドリンク、ポカリセットっぽいカクテルになるんじゃないかなって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕それやってみたことあるんですけど、なんかね、それはそれでちょっとまた違っちゃうんですよね。要はいろんな材料を組み合わせた結果、ポカリスエットってぽくなるっていうのと、最初からもうポカリセットに仕上がってるものにお酒を足すと、そっからさらにちょっと外れちゃうんですよね。っていうのがあるので、これはね、本当に奇跡的に組み合わせた結果ポカリセットっぽくなるってい いうような飲み方になってますので、そんじょそこらのポカリセットにちょっと蒸留酒を足しただけのカクテルよりも、ポカリセットっぽく飲めるかなというふうに思います。ということで、皆さんもよかったら試してみてください。
まあ、こういったね、仮にタルコがついちゃっても使い道っていうのは必ずありますので、怖がらずに、こういったタルで熟成させるみたいなことにチャレンジしてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。それでは今日の動画はこれで終了させていただきたいと思います。ウルサイトでした。おやすみなさい。また。